皆様ごきげんよう。今週のご講師、高清水優子です。今日のこの時間ですが、6月10日に出版されたばかりのこちら、日本書紀、素晴らしい本です。こちらをご紹介したいと思います。そして今日はですね、素敵なゲストをスタジオにお招きしています。ご紹介いたします。今日はですね、この著者でもいらっしゃいます、古事記学会理事で学習院女子大学講師の寺田恵子さんです。寺田先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私もこちらも本当にあっという間に読ませていただきましたが、ありがとうございます。すごくいい本ですね。そうですか、はい、ありがとうございます。素晴らしいということで、こちらの出版された経緯から、そしてまた皆様にぜひここはというところも含めまして、先生にいろいろとお話を伺っていきたいと思いますが、伺うところによりますと、先生はこのような形でのスタジオ収録初めてだそうですが。そうなんです。あ、本当にデビューで、はい、どうですか、実際にこちらにおいでになって。もうすごくドキドキです。そうは見えないところがさすが寺田先生という感じがいたしますけれども、まあ、この日本書紀、古事記編纂1300年が2012年、はいはい、そして日本書紀編纂1300年が2020年、はい、いろいろと注目をされていますけれども、はい、この時期に改めてこの日本書紀お出しになろうと思ったきっかけはどんなことだったんでしょうか。そうですね、きっかけは特に2020年を意識したわけではなかったんですが、はい、実はあの社会人講座では、はい、日本書紀を、まあ、二巡半と申しますか、うん、二巡しております。あの、はい、巻1から巻30までを続けて、まあ、大体一度8年ないし9年かけて読み続けるという形です、はい、その他にあの大学でもあのこれはあの学生があることですので、本当に1年のうちの数回しか、まあ、回が取れないんですけれども、何度かあの講義もしております。でそういった中で、あの日本書紀は社会人講座の中ですと、あのとっても面白いですねとか、こんなこと全く知りませんでした、もっと知りたいですというご意見を、まあ毎回のようにいただくで、あのということもありました、はい、であの一方学生対学生なんですけれども、うん、大学生に日本書紀を、ま、講義していると、はい、高校時代日本書紀って嘘ばっかり書いてある本だと習いましたと。そういう現実なんですね、はいはい、とあのあ学校の授業で習いましたという学生が何人かいて、うんうんうん、でもあの読んでみたら、うん、あの内容もとても面白いし、まあ、本当に部分的なんですけれども、感動もあり、はい、あの歴史も分かって、うん、あの大切な本だと思うようになりましたというコメントもあのもらうようになって、はい、あの日本書紀って、うん、日本最初の正史なんですね。で、それなのに、まあ、あんまり知られていないという現実に、まあ、お話しするたびに、はい、あのぶつかって、もっとあのよく知っていただきたいという気持ちが、はい、こう、まあ、湧き上がってきていたところに、たまたまその社会人講座においでになってた出版社の方から、はい、あの本にしませんかというお声掛けをいただいて、はい、で、まあ、最初はものすごく躊躇があったんです。長いですし、まあ、私一人であの書くということにはあのだいぶ抵抗があって、はい、ですけれども、あの実はあの何年かかけて説得していただいて、はい、でもあの、まあ、それ以前 の, その講座の方たちのお声とか、はい、学生のコメントなどが、まあ背中を押してくれたと言いますか、はい、これはやっぱりきっとあの書いて皆さんに知っていただくべき内容の本だというふうに思うようになって、はい、それで、はい、そうですか、はい、こちら出版社がグッドブックスさん、あの
吉本さんご夫妻ですよね、はい、まさに良い本のグッドブックス、もう本当にその通りで素晴らしい本をたくさんお出しになっている出版社なので、ぜひ皆様の検索して他の本もご覧いただきたいと思うんですけれども、今先生のお話の中で、はい、学生さんがその高校時代はこの日本書紀について、もしかしたら古事記についてもそうかだったかもしれませんけれども、嘘ばっかりでっていうふうな、はい、なんかそれって今聞いてすごくショックな、まあ私の時代は日本書紀も古事記も全く触れないような、はい、時代でしたけれども、はい、ちょっとは触れるようになったとはいえ、はい、なんか間違った方向に子どもたちが認識しているということを今伺って、はい、逆にショックを受けてしまいました。私もショックだったんです、ね、本当ですね、はい、それを見た時は、ね、読んだ時は、うん、まあそれが数名いたものですから、でその教えてくださった高校の先生は、うん、じゃあ日本書紀を全部読んだのだろうか、うん、どこでそういうふうに教えようと思われたんだろうかっていうところまでちょっと考えてしまいました、はい、そうですよね、はい、まさにこの我が国最古の歴史書である日本書紀であって、はい、これを知らないというのはやはり日本人として良くないと私も常々思っておりましたし、はい、そういう中で3時間全部読むというのは大変な労力が必要になるかと思います、はい、そういう中で本を出版するにあたって特に気をつけたことですとか、はい、発見したことっていうのは何かございますか、はい、そうですね、気をつけたことは、はい、やっぱり分かりやすさでしょうか、せっかく出しても、うん、はい、読んでやっぱりよく分からなかったっていうことにならないように分かりやすくで、出版社の方からもなるべく中高生でも理解できるような内容でというふうにも、はい、ご注文いただいてましたし、それでなるべく分かりやすく特に内容を知っていただきたいというふうに、はい、思ったので、現代語訳にはすごく注意して、はい、現代語訳をして、いるつもりです、はい、で、まあ、新たな発見といいますと、うん、これはもう何年かかけて読んでいる過程での、はい、発見になるかと思うんですけれども、うん、これは古事記でも言えることなんですけれども、うん、はい、特にその神話の部分、古事記の上巻、はい、でこの日本書紀の今回の本の、巻1と巻2は神代官で、うん、はい、神様のお話の部分なんですが、それは天地が始まったところから第1代神武天皇となられる方が生まれるまでのお話なんです、はい、でその第1代神武天皇となられる方の血筋に天の血筋と、はい、大地の血筋と、そして山と海と、はい、その全ての、血が流れ込んで、うん、そして全てを全ての中に全ての上で、うん、君臨していかれる方として、はい、第一代神武天皇がその描かれているというところは、はい、これはもう繰り返し読んでいく過程で本当に私が気がついた、でも私だけではなくて、はい、これまでの研究者も皆さん気がついていることだと思いますけれども、うん、あまり大きな声で言われていないことかなと思います、うん、はい、ですから、そういったことが、新たな発見といえば私としては新たな発見でしたし、はい、天照大神の、神としての属性も、はい、中にはちょっとちらっと書きましたけれども、そういった世界の神話の中での天照大神の、特殊性、はい、そういったものにも、はい、目が開かれたといいますか、はい、読んでいくうちに、うん、はい、気がついたことでございます。素晴らしいですね、はい、日本の正式な歴史書というのが、はいはい、この神代の時代から、はい、神話の時代から綴られているというところにも大きな意味というのは何かお感じになることございますか。はい、それもあります、はい、歴史書を神様の時代から始めるというのは、はい、おそらく、この日本の一つの特殊性と考えていいと思います、はい、日本書紀そのものは、中国大陸の王朝の
歴史書を、まあ、ある意味お手本として影響を受けて書かれているんですけれども、まあ、そういったものであっても、それからまあ世界的に見ても、あの神話と歴史というのは割と分けて考えている文化圏が多い中で、日本のまあ古事記も日本書紀も、まあ、神話の時代から神々から、まあ、血のつながりの中でこう天皇であるとか皇室であるとか、はい、あるいは他の、あの人々ですね、はい、あの他にお仕えする人々たちなどが描かれている、はい、でそれはおそらくあの日本人がその神という神様というものに、うん、そういう存在に対して抱いている考え方が、はい、あのおそらくは他の国とちょっと違うということが、はい、あると思います。なるほど、はい、そして今回のこの本の中では、あの日本書紀は一緒に曰くという形で、はい、今でいうこれは参考文献とかなんとかっていう位置づけになるんでしょうか。そうですね、ちょっと別伝的 な、はいはい、お話のバリエーションといいますか、そうですね、はい、そちらも本当に丁寧に解説してくださってまして、はい、こういう本って ありそうでなかった本ですね。確かにそう思いました、はい、そしてあのこの本の中もうこの表紙の絵も素晴らしいんですけれども、はい、先生の解説とともにこのこれ水墨画なんでしょうか。そうですね、はい、素晴らしいね、あの絵が解説とともに紹介されているんですね。そうなんです、こちらもそうです。もう見せたい絵がたくさんありまして、力強くて本当に感動いたします。ごめんなさい、こちらもですね、はいはいはい、皆さんいかがですか。なんかこういう絵を水墨画を見ながら、これはヤマタノオロチですよね。そうなんです、ものすごい動きがありますね。そうですね。そしてまた先生の分かりやすい解説とともに、あの絵と一緒に楽しむことができますし、あの本当に発見すること大です、大きいです。皆さんぜひですね、お手に取っていただきたいなというふうに思う一冊というのが、まあ分かりやすい解説は当然なんですけれども、この水墨画についてもやっぱりあの日本人なんだなっていうのをつくづく深く感じるようなあの流れで、あの感動いたしました。今先生これ8巻これからお出しになるということでこちら拝見しておりますけれども、はい、今こちらは神代の巻で1巻目、はい、今もあの作業中かと思いますが、はい、進行状況はいかがですか。はい、進行しております。今はそうしますとこの第2巻目あたりとか3巻目あたりとかになるんですか。はい、そこら辺でございます。そこら辺でございますか。、はい、だんだんね現実の世界になっていくという中で、はい、あの伺うところによりますと1年でどのくらいのペースでというふうなあの予定はございますか。出版社の方からは2冊と言われているんですが、はい、1年に2冊のペースでと、はい、あの言われております。あ、そうですか。はい、吉本さんからは1年に2冊ということなんですね、はいはい、すごく楽しみです。ありがとうございます、はい、改めてこの本を通して、あ、そういえば、はい、あの紫式部も、もしかしたら清少納言も日本書紀をもしかしたら読んでいたかもしれないなっていうふうなこともどうでしょう。そうですね、紫式部に関しては、あの紫式部日記の中で、はい、あの源氏物語を、はい、あの読み聞かせしてあのされていた一条天皇が、はい、あのこれを書いた人は、うん、きっと日本書紀を、うん、まあ、読んだに違いない、とっても学識のある方だって、はい、あのおっしゃったっていうことが本当に実際に書いてあるんです、はい、ですからあのおそらく読んだと思います、はい、あの多分間違いないと思いますのは、あの実は古事記も日本書紀もお読みになった方はご存知なんですが、はい、あのお話とそれに付随する歌が、うん、歌が、はいはい、出てくるんです。でその歌でもってそのお話の中の登場人物の心情が吐露されるというようなこともあって、はい、そのお話と歌が、まあ、うん、あまり分けられずに、はい、その出てくる。で、うん、
あの源氏物語も、はい、実は歌が非常に重要な役割を果たしていまして、はいはい、で立国史の、あの立国史って日本書紀をはじめとする日本の歴史ですけれども、はい、立国史の中で歌がそれほど重要な地位を占めている歴史書は実は日本書紀だけなんです。あ、はい、ですから、まあ、そういったことを考えても、はい、やっぱりきっと読んでいた、ね、はい、あれだけ、ね、教養のある女性ですから、はい、当然きっと読んでらしたのかなっていう、そういうね、はい、なんか想像も膨らんで、はい、今大河ドラマでまさに紫式部が注目されていますから、はい、皆様もあの女性の方は特に紫式部の気持ちにもなりまして、日本書紀こちら本当にいい本ですので読んでいただければなということを改めて、思っております。先生から改めまして、はいはい、あの視聴者の皆様に何かメッセージございましたら、はい、お願いいたします。はい、日本書紀はこの書名をご覧になってもお分かりになるように、実は日本を宣言した最初の書物でございます。ですから、まあ、そして日本、もちろん日本最初の正史でもございます。ですから、あの、まあ、日本人としてぜひ内容を知っていただきたいと思います。そのために、分かりやすく、ま、なるべく美しい日本語で、うん、あの書くことを心がけました。はい、はい、ありがとうございます。はい、もう先生 の、 あのこうお話のされ方を伺ってますと、あの本当に美しい日本語でお話になりますし、きっとそのお人柄もこの本に、たっぷりと現れているのではないかなというふうに思います。ぜひ皆様お手に取っていただきたいと思います。グッドブックスさんで、こちらは本体が1700円プラス税ということなんですけれども、グッドブックスというだけありまして本当にいい本です、良い本です。ぜひですね、あのプレゼントにも良さそうですね先生これ。あ、そうですね、ね、はいはい、ぜひおすすめのプレゼントとしても活用されればいいなというふうに願いを込めて、今日はですね寺田恵子先生とともに日本書紀についてお伝えをいたしました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上今週のご講室でした。